こんにちは、ともです。10月19日の発表当日に予約していた MacBook Pro が先日ようやく届きました。これを使って早速動画編集しようと思いますが、まず開封しながらスペックを復習しておきます。今回購入したのは新型 MacBook Pro 14インチ M1 Pro で10コア CPU、16コア GPU のメモリ 32GB、 ストレージは 1TB です。今回発売された MacBook Pro には大きく M1 Pro と M1 Max があり、 M1 Max の方がスペックは高いけどその分高額です。僕のパソコン用途は Adobe Premiere Pro で 4K 動画編集と Lightroom のロー現像、Photoshop でのサムネ作成に加えて WordPress でブログ執筆するという感じです。この内容だと M1 Max までのスペックはいらないだろうと思い、 M1 Pro に留めた感じです。そして今使っている MacBook Pro は2019年モデルの13インチで4コア CPU 内蔵 GPU のメモリ 8GB。 この MacBook Pro を買った時はロー現像とブログしか想定していなかったので、新たに始めた 4K 動画編集はなかなか厳しいものでした。ファンはビュービューなりっぱなしで本体激アツ、動きガタガタの書き出し激遅です。そんな環境を改善すべく今回の購入に踏み切ったというわけです。というわけで開封ができたので移行アシスタントを使ってデータ移行、これで新型 MacBook Pro を使う環境が整いました。というわけで早速気になる動画編集の性能テストをやってみます。 4K24p の5分半ほどの動画を編集書き出しします。特殊なエフェクトはほとんど使っておらず、テロップを入れたり暗転させるくらいです。プロ機種は使わず生素材を編集します。ということでこちらは編集画面ですが、かなりサクサク動いてくれてます。旧型だとプレビュー画質を最低の8分の1に落としてもガタガタで、ファンの音もビュンビュンなってました。新型はプレビューをフル画質にしても基本カクつきませんし、ファンの音は鳴る気配すらありませんでした。ただオープニングの映像がどんどん切り替わる場面でたまに映像が遅れることもありました。しかしこれも画質を2分の1にすると遅れは全くなくなり、2分の1でも細部まで十分確認できるので、基本は画質2分の1で生素材編集という感じにしようかと思います。そして書き出しですが、旧型だと30分ほどかかっていたところを新型は6分45秒で終わらせてくれました。しかも書き出し中もファンの音は全くなし、 M1 Pro でもあまりにも高性能、M1 Max だとハイスペックを使い切れなかっただろうなと思います。あと新型は内蔵スピーカーも全然違って低音がしっかり感じられるので迫力がありました。全く意識せずに気づいたので相当な違いだと思います。あと個人的には13インチ用のカバーが14インチにもハマったのでラッキーでした。以上、今回は新型 MacBook Pro の開封と動画編集の性能確認でした。とりあえずこれから日常使いをしていって気づいたことはまた発信したいと思います。今回の動画は以上です。この動画が少しでも役に立ったという方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。